ファーストポゼッションは茨城です。まずはキャプテンポイントガードの山口がびったりとついていく。ジェイコブセンのスクリーン使って中割っていてキックアウト、外からタップスコットの3が来た。来ましたね、今日1本目、まあ、同じ形で入ってますね。鶴巻スクリーンで剥がして外から狙う、来た。避けたいんですよ ね、 ですね。なのでおそらくペイントエリアを締めてくるディフェンスをするんですよ、はい、この辺りのシュートもさすが。なのでスリーポイントの確率がおそらく勝負の鍵になってくると思いますね。ですからブルックスが外にいたわけですね。そうですね。なので茨城としては、まあ、その時には茨城はダブルチームを敷いていたんですが、今日は行ってないですからね、平尾のジャンパー決まります。ロングにはジェイコブセン、そして寺園と平尾中に入れて、ね、ここダブルチー ム、 ここチームです、ね、ロング中に行く、中に行ってあブロック、ジェイコブセン、ね、空いていた松下のスリーポイント、うん、ここはちょっと長い、あそこが決まってくるとまたそうですね。なので茨城は成功です ね、 ね、中ジェイコブセン小さく締めないと、はい、やっぱり今みたいにロング選手に1対1でダーされてしまうんで、ここで2人で行っていますが決め切りました。88年同学年のマッチアップ、田島スクリーンを使って中割ってレイアップ、中押し込んだ、ジェイコブセン。残り1分、ロング、あ、奪った田島、アウトナンバーになっている、後ろから来たハビエル・ゴメス、中に行ったロングに合わず、ハビエル・ゴメス。茨城は34点取ってるんですが、最高点がタップスコットで9点と、はい、非常にバランスがいいのが分かりますよね。バランスいいですよね、はい、しっかりこうやってノーマークで打ってるんですよね、はい、セルマキ今日ドリブルで中入ってしまうと、はい、ヘルプが来るって分かってるんで、なかなかこう今度入っていかなくなりましたね。そして谷口のスリーが炸裂。さあ対する茨城、前回対戦の時にはさあここから華麗な美濃から平尾が決めていきます。平尾選手、田島外空いた、鶴巻中入れた、ジェイコブセン、こういうボールムーブが元北海道田島朝日、カブスコット、カブスコットスピンムーブから決めていきます。いやー、タッショットですけど ね、ここもこぼれます。落ちましたね。両者ともにオープンな展開、カブスコット、カブスコット、ここで決めてタイムアウトになりました。対戦相手の研究などをしていますという話をされていました。ロングが中に入っていきます、まあ、ですからこの気合を前面に押し出してプレー流れを変え、シュート力のある中野がフリー、 そこの中野に対するパス、そうですね、そして橋本中入れた、あ、ここで奪われました。しっかりと鶴巻が反応していました。平尾と橋本、キャプテン同士のマッチアップ、鶴巻中スピードで割っていく、いいですね、これがあります、はい、ジェイコブセン、谷口スリーポイント来た、ここは守りました北海道です。橋本と寺園が同じコート上にいます。ああ、ここは手につかない、ミスになってファールで止めました。そうなりますね、そうですね、はい、アンスポーツマンライクファールが宣告されています。してしまうと、なかなか追いつけるチャンスがなくなりますからね。またあとはディフェンスですね、ここしっかり守りきればチャンス出てきますけどね。ちょっと鶴巻中に入れた、ジェイコブセンのファール、エンドワン、うん、ファールは4つ目になっているんですけれども、華麗な身のこなし、そうですね、時間を使います。田島と橋本ですが、外からハビエル・ゴメス、タプスコット、このディープスリー決まった。ただもう時間がありません。ここで長いブザーが鳴りました。試合終了、アウェー茨城、これで5連勝となりました。